タンタッタタン、タンタッタタン、タンタッタタン。はい、おはようございます。裏返った。おはようございます、なぎのりかこです。じゃーん、こんなケーキが届きました。登録者777人を記念したおめでとうケーキが届きました。アイコンとかも書いてくれてる。で、まあ、突然届きまして、おめでとうケーキ披露という動画を撮ろうかなっていうふうに思いまして、動画回しております。こんなオープニングある。はい、こんな感じです。すごくない？ ありがとうございます。いや、本当にびっくりして、突然来て、佐川さんとかさ、大和さんとかそういう感じじゃない人が立ってて、ケーキをお届けに参りましたっていう風に言われて、さすがに誕生日じゃないよ、絶対この人間違えてると思ったの。え、誰からですかっていう風に言ったら、友達の名前を言われたので、急いで上がってきてもらったんですけども、もともとずっと私が YouTube をしている上で、なんかこんなことをしたらいいんじゃないとか、なんか例えば字幕はこんな感じでやったらいいんじゃないとか、もういろいろね、ほんとマネージャーさんばりにアドバイスをくれてるこのなんですけど、なんかあれ恋愛のさ、なんか100の質問みたいなのをやった時に、いろいろ受け答えとかをしてくれてた子なんですけど、もし登録者数500人いったらパーティーしようっていう風に言ってたんですけど、まだまだ自粛っていうことでね、まだできないねっていうことだったので、次は777人でっていう風で言ってたみたいなんですけど、私もすっかり忘れてて、次1000人だと思ってたの、勝手に。777人おめでとうって LINE 来たのね。なんでやろうと思って、1000人目指してるはずなのに、なんかこの子よっぽど7っていう数字が好きなんやなっていう風に思ってて、でもまだ今ね、自粛中で会ったりができないっていうことだったので、でこちらのケーキをサプライズで送ってくれました。なんかさ、500でお祝いして、777でお祝いして、めっちゃ刻むなみたいな感じだよね。ろうそく私大好きだから立てたいと思います。なぎチャンネル登録者数777人突破ということで、いつも応援してくださる皆様、マネージャーさん、このケーキをくれたマネージャーでもある友達、そして家族のみんなありがとうございます。そしたらまた次、そんな超遠くの未来だけど、7777人に次なることがあれば、またね、こんな風にケーキでお祝いしたいと思います。そんな願いを込めて本当にありがとうございます。一人でやってんのやばい、マジで本当にありがとう。食べていきたいと思います。心してね、自分の顔食べるけんね、今から。なんか絶妙にムカつかん、このアイコン。絶妙にこういう女ムカつくよなっていう感じで選んでる。これチョコ味かな、これマンゴーやと思わん、このオレンジ色のやつ。私マンゴー一番好きだから、マンゴーからいこう。はっ、かわいい、中までかわいい、シマウマになってる。いただきます。めっちゃ美味しい。マンゴーどこ行ったって感じだったけど、あ、層の間にイチゴが入ってる。イチゴの間違いなさよ。毎回さ、100万人レベルなんだよね、お祝いの仕方が。なかなかないよね、777人でケーキ準備するっていう。しかも顔写真入りみたいな。100万人の時よく見るやつやんな。でもまあね、夢はでっかくということで、嬉しいですね、こういうのやってもらえると。今日は YouTube を始めたきっかけについて話そうと思います。ずっとやりたいやりたいっていうのはあって、私事務所に所属をしているので、事務所とずっと相談をしていたんですけれど、それまでずっとやってきたお仕事がバラエティとかってほとんどやったことなくて、お芝居一本っていう感じだったんですよ。まあ今はね、そのコロナの影響とかもあって、本当にもうほとんど YouTube しかやってない状態なんですが、普段はメインでお芝居をやってるし、まあやってきたんですよ。23歳で事務所に入って、それが芸能界に入った初めてだったので、結構本当にね、遅くでスタートは。芸能界に入ってからも3年目で、22歳までは普通の一般の大学生っていう感じでずっと生きてきたんですけど、私自身も芝居を一番もちろんやりたいと思って芸能界に入ったので、これもう自分で言うことじゃないんだけど、なんていうのもよくあるじゃん、何百人の中から選ばれましたみたいなさ、まあそういう感じで、もうお芝居だけで割と這い上がってきた
タイプで、お芝居の、賞をいただいたりとか、なんか、なぎのってどういう人なのっていう風に言った時に、多分性格とか、そういうことよりも先に、ただなんか芝居をやっているっていうことが、私のアイデンティティの一つだったっていうか、まあ、それが多分メインだったですよね。世間一般的に、まあ、世間一般的に別に売れてるわけじゃないから、その知られてることもないと思うんですけれども、まあ、なぎのを知ってる人であったとしても、多分そういうイメージとかってあんまりなくって、ただ黙々ともう本当に、まあ、自分でお芝居のワークショップ受けたりとか、まあ、ボイトレやったりとか、ダンスやったりとか、基礎的なレッスンを積んで、もう舞台に立ったり、ドラマに出たりっていうことをやってきた3年間だったんですけれども、自分自身としての自己満足はすごい高かったんですよ。本当に毎日必死で努力してやってきたし、まあ、23っていう年齢で入ったっていうこともあって、まあ、すごく焦ってもいたし、その3年間を振り返った時に、こう目に見えるもので私って何が残ったんだろうってすごい考えるような時期が一時期あったんですよね。渋劇っていう渋谷のね、劇場で本主演をやったんですよね。自分の中ではすごい、あ、やっとここまで来たじゃないけど、まあ、こういう大きなステージで自分が真ん中に立つ日が来たんだっていう風に思ったの。でもなんか実際さ、幕が開いてみると、私に注目してる人って誰もいないって思ったんだよね。まあ、一緒に共演されてる方とかもすごい人気がある方たちだったから、なんでそんな中に無名の私がいるんだろうっていうような状況の中でお芝居をしていて、自分の中では自己満足であったけど、一般的に見たら、あ、私って全然なんか積み上げているようで、なんか横に並べてきてるだけだったのかもしれないっていうふうに思ったのよ。で、その時になんかやっぱり私自身っていうのを知ってもらおうっていうふうに今まで思ったことなかったなっていうのをすごい考えたんですよね。あ、待ってるだけじゃダメだなっていうふうに思って。なんかこう仕事を待つんじゃなくて、仕事が自分のところに来てくれるような人にならない限り、今の現状って変わらないなっていうふうに思ったんですよね。でもそこからその SNS をじゃあやってみようっていうふうに思ったんだけど、まあ動画を撮ってアップしていくっていうふうになった時に、まあ Twitter より長くアップできるからっていう理由で YouTube を始めました。初めに始めた時は、男の子と二人組で YouTube をやってたんですよ。やってたんですよっていうほどの期間やってなくて、多分もう1ヶ月もしないうちに辞めちゃったんだけど、まあ違う事務所同士の二人で、動画をやっていくっていうことがね、なかなかきついっていうことが判明して、まあ二人で選択をして辞めたんですけれども、個人チャンネルで YouTube を開設しようと思って始めたのが、はじめです。その初めの頃は、なんかそれまでの私ってさ、やっぱりこう、多分ものすごい真面目なイメージだったんだと思う。こういう感じで素で喋るっていうよりは、なんかもう完全アナウンサー状態だったのね。これじゃあ、私初めにやろうとしてたこと意味ないなって、3月の1日から新しく心機一転でスタートしたのが、このなぎチャンネルになります。まあ今はさ、本当にさ、こういうさ、スっていう感じでね、やらせていただいて、ゴーサイン出してくれた事務所にも本当に今感謝してるし、だからね、毎回毎回100万人突破みたいな感じでやってて、もう、まあしつこいよって感じかもしんないんですけど、もうこのケーキ食べちゃうぐらい嬉しいことなんですよね。難しいよね。好きなことで生きていくっていうのはさ。じゃあ今日は最後に祝して、このチョコを一気に食べて終わろうと思います。いただきます。絵に描いたように口につける人おる？はい、というわけで今日はですね、もうほぼご挨拶としての動画になってしまったんですけれども、超真面目なチャンネルになってんじゃん。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ！やべえ、二の腕が揺れてんだけど、怖い！